さあ、まずお伝えしますのは、先週ねアベプラでもご紹介いたしました新 SNS スレッズですけれども、リリースから5日でユーザー数1億人を突破したということなんですね。ひろゆきさんね、ツイッターのフォロワー238万人ということですけど、スレッズはどうですか？全くやってないですよ。お、興味ないですか？どうですか？まあ、インスタもそうなんですけど、うん、そのなんかこの情報が見れるんだったら面白そうっていうのがあるんだったら見るんですけど、うん、なんかインスタもどうでもいい人が写真上げて自慢してるだけ で、はいはい、でスレッズも聞いてる限り面白い情報があんまないので、うん、はい、まあいいかな。よかったですやってなくて。やってた俺に言うてんのかな。ていうか、ひろゆきさん面白い情報上げる側じゃないの？いやでもそのなんか普通のニュースサイトからニュース上げてくるとか、割とそのなんか知識のある人がこういう論文あるよとか教えてくれるとかだったらいいんですけど、なんかしょうもない人が自分の自撮りとか上げてるのを見ても時間の無駄じゃないですか。でもツイッターも最初はそんな感じじゃなかったですか？だん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 集まってきてっていう。ツイッターだとそのなんか今日こういうニュースがあるよとかっていうのを上げる佐々木俊直さんみたいな人がいたりとか、選べばちゃんと割と面白いものあったんで、なので僕はツイッター使ってるんですけど。褒めてるから大丈夫ね。なんか言いかねないんでね、気をつけて。あやちゃんどうですか？私あんまりこう見たりはしないんですけど、うん、インスタもツイッターもなんかその今仕事でやってるのって、はい、そこに上げるとやっぱ記事化してもらえたりとか、うん、まあ、そうでそこからこう仕事になったりするっていうメリットがあるのでやってるんですけど、はい、スレッズは今のところちょっとこう記事化されてるのをちょっとまだ見たことがないの で、ね、はい、もうちょっとこう広がって、うん、か、まあ、ツイッターが差し押してからでもいいかなぐらいには思ってます。ね、うん、それこそツイッターがかなりこうサービス的に不安定なところも出てきたりしてる指摘があって、それでスレッズリリースっていうことだったと思うんですけど、こう変わっていったりはしない感じですか？どう思いますか？僕そのあんま先ネット使ってないんでツイッターそんな不具合あったの知らなかったんだけど、すいません、ネットに疎くて。あ、本当ですか？健康さんどうですか？まあ、僕は未だに情報収集は喫茶店でそば耳立てるっていうやつですからね。最強ですね。リアルの声を意外とリアルに皆さん本当気をつけた方がいいぐらい、今喫茶店はお金の話で飛び交ってますので、投資だなんだみたいな、皆さん気をつけてくださいね。街の声こそ十分怪しい人が皆さんに紹介してますんで。健康さん聞いてますよっていうね。でもひろゆきさん、そもそもどうですか、そのイーロン・マスクのそのねツイッター改革がどう進んでるのかみたいなことってどう見てるのかっていう。でもそのエンジニア減らしたりとかスタッフ減らしてるので、うん、あとそのまあ元々そのエンジニアがいた、まあ、担当してた人がいきなりいなくなると、そこのソースを読み始めてから直すみたいになるので、うん、はい、なのでどっか変えたらこういう不具合あるよねっていうのを想定しなかったのは多分ずっと続くと思うんですよ。ほうほうほう。でただツイッターユーザーが不具合が多いからやめるかっていうと他の行き先ないんですよね。そうですよね、今はね。なので結果としてあんまり変わらないんじゃないかなと思ったんですけど、はい、そうするとテキスト系アプリはこのままツイッターなんですかね。こうスレッズとか出てきてだんだん新機能をいろいろリリースするってことなんですよ。スレッズもそのツイッターに寄せてるんですけど、ツイッターって、うん、一番使われてる言語日本語なんですよ、世界で、はい、なので結構日本人がツイッター大好きで、世界から見るとツイッター自体縮小してるんですよ、うんうん、で Facebook とかも縮小してますので、はい、その多くの人に見せる何かをやるっていうこと自体が、うんうん、そのトラブル多いからやめようっていう流れになってるので、うん、なのでそういう意味でいくと、そのなんかいろんな人が見れるっていう Twitter だったり、うん、そのスレッドみたいなやつっていうのはそこまで伸びないんじゃないかなっていう気がするんですけど、はい、それこそ記事化でいうとひるきさんしょっちゅうね上げたものがそのまま記事になったりしてますけど、ああいうのってご自身どう思ってるの？こたつ記事書いて金もらえる人が増えてなんか世の中楽になってるなと思って。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。